はい、どうもさん、こんにちは。7月14日火曜日ですね、戻っていきたいと思います。昨日ですね、マイクロ S の方から、まあ、マイクロ S の方からでねか。マイクロ S のね、新製品情報、カッコ仮がね、発表されてましたんで、今日ですが、案内していきたいかなと思います。まあ、種類的にはね、正直多いかなっていう印象かな。まあ、しかも値段もね、ちょっとは安くなってきてますし。まあ、マイクロ S、ちょっと、来年、まあ、今年の下半期は、期待できるのかなと思います。まあ一応なんかね、今月以降の発売予定もありますんでね。まあその辺も軽く案内してから行きたいかなと思います。というわけでまずはこちら行きたいと思います。こちらね、まあ今月発表のマイクロ S のポスターですね。まあ俺が一番驚いたのは、まあ俺毎年に変な時期に、毎年ね、年に1回か。まあ年に1回ね、毎年上半期下半期近くになると、の、まああれか、あと、製品発表がね、近くなると、まあ希望動画ね、出すんですけども、まあ今回はピタリ合致したっていう感じですかね。まあこちらでございます。今回のね、俺がまあある程度予想してるのはこちらですね。引退間近、都営5300型、A-338-4、都営浅草線5300型、ショートスカート、ベビーカマ付き。一応ね、先月案内した、まあ2021年各メーカーのね、まあ上半期の、製品化希望の動画ではね、まあ期待大っていう感じで、俺出してたんですけど、まあ本当に期待大になりましたね。一応ね、これがそのマイクロ S の動画なんですけど、その他にもね、まあ、なんだっけな、京成だったり、まあ、いろんなメーカー出してるんですけど、希望は。まあ、京急だったり。で、上から4つ目ですね、こちら。A-338、都営5300型、ミニスカ、ベビーカーマーク付き。まあ、ちょっとね、証言はね、ショートスカートだったり、ミニスカで、まあ、ちょっとありますけど。まあ、一応はね、まあ、もう、ピタリ賞というところで面白いかなと思います。まあ、ただ、個人的に気になるのはね、浅草線、まあ、ロングスカートが出てから以来、で、ミニスカはね、多分7年ぶりくらいになるのかな？いつだっけな？確かね、A-338-4、青いスリーブになってからの製品化なんで、A-338-2 か。だから結構多分ね、5、6年くらいは空くと思うんですよね。ちょっと間違えて、後でちょっとね、まあ、再度確認はしますけど。A-338-2。そうですね、A-338-2、発売したのが2008年なので、あ、失礼。A-338-2。あ、3381か。3381、2011年なんで、まあ、約9年ぶりっすね。ミニスカの製品化は。まあ、もうやっぱり引退も近いんで、まあ、ベビーカーマーカー貼られた末期の姿で。今回はね、クーラー部品もより実感的な姿で、11番目の編成みたいですね。まあ、この辺はね、まだマイクロ S も引退しない車両を選んできたのかな。ちょっと浅草線、俺何が引退して何が引退してないかもうわかんないんで面白いですけど。あれ、ミニスカって全車引退しちゃってるっけ？そこがね、俺まだ覚えてないんですよ。浅草線の徘徊って、まあ、地獄を知ってるんですけど、いつ行われるかを知らなくて、で、実際の話、まだ何本生き残ってるかもしれないですよね。ミニスカ、そうですね、まだ生きてますね。今日なんですけど、今日のこの、7月14日、このミニスカの今回のね、製品化成5310編成、ちょっとダイヤが腐ってんな。西馬込から高砂行って、西馬込から高砂1往復して、成田1往復して、お休みっすね。今だから朝の6時半なんですけど、今頃どこだ？今頃多分、押上あたりか。押上か、浅草ってらしてますね。6時56分、馬込着で。折り返し、成田1往復して、お休みなさい。まあ、まだ生きてるね、よかったですね。まあ、とりあえず今回ね、まだ、現役活躍中のね、ショートスカートの、ミニスカのね、11番目の編成が製品化と。そして続いてこちら、A-8355、名鉄6000系瀬戸線登場時。まあ、4両セットと。1990年代中頃、転入開始時の姿、ホロ枠のついた前面を再現し、前車、先頭車、向かい合う前面の間のホロがついた姿を再現と。まあ、こんな感じですね。まあ、後でこの辺はね、詳しく見ていきたいと思います。そしてこちら、お待たせしました新塗装、太陽マークの、3050系製品化。まあ、そして、山陽電鉄、ずいぶん前にもまあ、いろいろ出てましたけど、まあ、今回は、先頭車の、扉のトブクロブに通称太陽マークが貼られた2000年代初頭までの姿、パンタ社のヒューズバッグが旧型参考時代、ヘッドライトガラスは横長のタイプですと。まあ、写真とは異なりますと。まあ一応こんな感じの製品だと。で、車番はこちらですね。名鉄はこちら。そしてこっち行きましょうかね。唯一のアルミシルバープラスライトグレーの塗装編成。アルミ車2両、ライトグレー塗装の、構成車のユニークな編成、2010年代中頃、現行シンボルマーク時代を再現した3両セットの山陽電鉄。
そしてこちら、客室窓に安全柵がついた、6000系、まあ2両セット。三河線でいいのかな、ワンマン車。で、名鉄6000系 CI マーク付き、先頭車側面に M マーク付き、客室ドアスカーレット、側面に方向マークが取り付けられる前の姿の、名鉄6000系と、本線に残った中間車。そしてこちら、峠を越えて郵便配達。雲湯141長岡運転場78、まあ、7100円と。1986年まで首都圏で見られた長岡運転所の雲湯に、雲湯141を線が。で、これね、昨日俺お風呂入ったとかに出てたら気づいたんですけど、これね、確かね、なんか JR 九州かなんかでね、データ出てたんです。多分もしかしたらもう訂正されたかもしれないけど、ちょっとこれ後で確認しましょうかね。で、もう一個、A の8954、雲に830番台の長岡運転所の2両セット。清水峠でいいのかな、まあ、清水峠に、届く釣りかけ音と。雲に83の0番台。2両とも片側パンタ、雲に83の008は腰の塗り分け値が異なる姿を再現。15と8番。そして2枚目のポスターがこちら。まあ、京成の3500ですね。なんかこの、あれ？この写真見たことあんの？なんか京成の3600ってこんな感じの写真なかったっけ？確かあった気がする。2両ごとの組み替えが可能な京成3500だ。前回ね、製品化されたのが、まあ、シングランパンタ時代の、シングランパンタじゃねえ。新パじゃないまだ、新型パンタ時代のね、京成3500。それであるか、瞬殺して、で、なんだっけ、再生産されたんだっけ、基本か造形と両方か忘れたけど。まあ、今回はね、新パ仕様ってことで、まあ、末期の再現っすね。こちら、新型パンタで、シングランパンタに交換された3556編、3536編成を製品化と。まあ、基本セットですね。で、ヒューズボックスが1個、山形だっけ？山形かなんかのヒューズボックス1個撤去された屋根を再現し、ヘッドレッテルライト、ゼミ表示点灯と。で、急行灯も点灯しますと。で、造血、造血も同じく新パに交換された、今度は56番と。で、まあ、A の6040の、まあ、3536とは異なるパンタグラフを搭載。で、ヘッドライト、テイライト、ゼミ表示点灯で、急行灯点灯と。まあ、俺問題なのはね、これ。確か当時この新品が出た時に買って、で、今年かな多分今年の2月頃にも俺中古で買ったって紹介してると思うんですよ。京成の3500型。だから今回俺どうしようかなって考えてるんですよね。まあ俺としては都営線の方が欲しいし、まあ来年の1月以降はね、加藤からの外車が 100% 控えてますんで。そういう意味で見ると、ちょっとね、京成の3500、今回はどうしようかなって感じですかね。まあさすがに京成の3500で24台もいらねえかなっていう気もしますんでね。まあ、ただ一応前回持ってるね、古いタイプのやつが2ロットありますんで、まあ、そいつらをね、6両編成用に蘇生してもいいんですけど、まあ、またね、マイクレースお得意の半抜けで出てきましたんでね。一応ここ、40と43。なぜ基本造血で番号を話したか、気になりますね、半抜けにした理由は。ただこれ今回異例なことに、申請中なんですよね。他のやつ見てもらうとわかるんですけど、これちょっとね、あれなんですけど、まあ、例えば JR 西日本。こちら JR 九州、こちら JR 西日本。あれ、日本だってね。あれどこだ？ああ、そうですね。JR 西日本。で、この辺の JR 西日本と、あと前のページの、こちらですね。都営と、東京都交通局、名鉄、山陽電機、まあ、山陽電機、名鉄、ここですね。名古屋鉄道。で、あと、ここがまだ番券のデータがないんだけど、これなんか JR 九州ですけど、気のせいかな？まあいいや。まあ、こうなんですけど、まあ、普通だったらね、こういう風に、まあ、いつも言ってるね、マイクレースは、商品化許諾済みで出すんですけど、まあ、ちょっと申請中なんですよね。まあ、パンダグラフがね、今回変わるって書いてありますんで、ここ。このね、新パでも56と36でね、異なるパンダグラフってことなんで、まあ、ちょっとね、気になるかなとは思いますね。まあ、どうなるかな。そして残りはこっちか。こっちですね。まず9561、223系0プラス2500番台の H411 編成が4両セットと。3両編成に2500番台のモハを、取り付けた編成と。先頭車前面に転落防止ホールが取り付ける前の姿。まあ、だから、面白いですね。5000番台、2500番台が組み込まれて。あんまり西日本の車両は太いね。面白いですね。そしてこちら、似たようなやつで多彩な組み替えパターンの関空快速223系。こちら0番台のサハと心臓2500で組み合わせた4両セット。先頭車前面に転落、失礼です。両方ともそうですね。両方とも転落防止ロが取り付けられる前の姿で製品化と。こっちが400、まあ、末尾が102の先頭車にサハが7と。で、こっちは末尾が15に、まあ、16番のサハに、まあ、モーターも16ってことですかね。
意外と関西の方、まあ意外とっていうか、まあマジで関西の方太いんで申し訳ないですね。ちょっと知らねえんだよな。そして、計算の者がこっちか。こちら、ラッシュに増結で105系プラス123系。あ、こっちは。クモハ123の、黄色色プラス105系の濃気色の3両セット。ただ、どう見てもこれが濃気に見えないんだけどな。まあいいや。こちらですね。クモハ123の、5番は、ドア移設改造後、トイレ取り付け前のボディを新規作成。105系は3扉車、冷房改造、体質改善工事後のワンマン車。クハ104に SI 部品を取り付け、ジェネションに許諾するんですね。クモハ105、クハ104、クモハ123と。で、モーターは今回クモハに入るんですね。ちなみに、ライトユニットに関しては幅広の、105系と幅狭の123系と。で、こちら、105系の広島色ですね。3扉プラス4扉の、セットと。4扉車のクモハ105の532、これですね。冷房改造、延命工事、後の姿と。で、3扉車は冷房改造、体質改善工事後の非ワンマン車。クハ104に SI 部品を取り付け。で、モーターは中間のクモハ105の26と。まあ、ただね、全部にライトユニット入ってるって感じですかね。一応こちらも。ただ俺思うんだけどさ、105系ってさ、ライトユニットいらなくね。こいつら単行運転できないじゃん。ライトユニットいらない気がすんな。まあ、一番いいのはね、まあ、この広島色のモーターを、このクモハ105の26のモーター買って、この10番にぶっ込むっていうのもありかもしれないですね。まあ、多分同じやつだと思うんですけど、ボディ的にも。あと、最後こちらですね。クーラーを交換、JR 九州の103系。まあ、国内で走ってる103系って、どこをどう見ても103系の顔はしてねえんだよな。どちらかというと、京成の3500に似てんだよな、顔。うん、ガラスの位置は似てますね。まあ、ガラスは京成の3500で、で、ライトユニットが昔の3500ですかね。あの、更新前の。もう今、全車引退しちゃったけど。まあ、一応ね、103系に1500万でクーラー交換車が6両セットで製品化。クーラー交換トイレ取り付け後の3プラス3の編成を再現。で、モハクモハに関した機器は部品供与のため実写でございますと。A の1020ってことは結番あんのかな？多分ありそうな気がしますね。もしかしたらそろそろ貫通セットも出んのかな？確かこの103系って貫通セットもあった気がするんですけど、気のせいかな？1020。いや、これは初の製品化だな。この1050あたりはマジで欠番になってますね。一応これ後でちょっと案内しますけど。というわけでいきたいと思います。で、まだね、マイクロ S の方からね、公式情報出てなくて、先月ね、マイクロ S から案内されて、6月のね、中旬だったんですよ。10日か11日頃に出たんですけど、更新されたんで、結局ね、7月2日みたいなんでね、ちょっと今月もいつ更新されるかわかりませんので、ご注意ください。こちらでございます。とりあえずこの辺はね、またさっきのメーカー詳細と一緒になりますが、案内していきたいと思います。上から順に、クーラー交換車、クモ湯、東野浅草線、クモハの、三流セット。で、広島色、京成、京成、名鉄、三洋三洋、クモに213系と。というわけでいきたいと思います。まず103系ですね。クーラーを交換車、九州の103系。1980年、筑肥線でいいのかねえけど、すいませんね。唐津線かな電化導入並びに翌年より開始された福岡市営地下鉄の直通転用車両として、103系1500まで誕生と。まだあるから、多分 JR、全国の JR で、唯一の公営地下鉄の直通路線なんだよね、確かこれ。制御標識は従来の提供制御ですが、車体の製造は201や105に近く、103系の中でも異色の存在と。まあ、随分異色だろうね。登場時は青22号にクリーム色の1、クリーム1号のオブですが、1980年代、末期からスカートを取り付け、90年代の中にはメタリックコレクションとした、黄色を配した、まあ、個性的な塗装に変更と。また、末端区間における運用効率を考慮し、6両編成4本が、分割可能になるように中間車の運転台が付けられる改造を行いましたと。2000年代には303系に準じた塗装への変更、クーラーの交換、法改正に、伴ってトイレが増設されたと。で、2020年現在、後継車305系投入により3両編成のみの活躍を作ると。あ、じゃあもう貫通編成っていなくなっちゃってんだ。俺あんまり詳しいことしないの面白いんですけど。こちら、あ、昔の製品番号あった。ラッキー。昔の製品番号あった。ラッキー。ちょっと待って、確認します。一応スマホの方でこっち見出しますんでね。ポスターアイテム2459か。2459、2459。2459ありましたね。2459、103系の1500番台、JR 九州新塗装の分割編成6両セット。これが発売されたのが2011年6月ですね。で、その2年後の2013年の10月には、やっぱり貫通セットが出てましたね。ちなみにね、これ、後でちょっと、先に案内しようか。2459。これちょっとね、先に案内出してますけど、商品リスト。すっげえ歯抜けがあるんですよ。なんで歯抜けに入れなかったんだろう。一応こちら。ここなんですけど、2459。
ここ若干歯抜けになってるんですよね。なぜか1個だけ2、そして4、5、6でここくっついてるんで。まあ一応ね、今回はこちらね、こちらね、2011年の6月に出たね、まあ JR マークのスカート付き、そして文化転生のね、まあプロトタイプからいじったっていう感じのセットみたいですね。こちら。A の日本語、まあ、その時の、元にしゃばりセット。で、ヘッドレッドレーダーと全面表示器テントで、フライフスクの動力ユニット。で、車体が銀、だったか。で、車体が銀一色。ドアと前面の赤となった塗装、クーラー交換、トイレ設置後のサンタスさんの分割編成を再現。で、三流での運用で再現できるワンマン入りの方向幕もシールに収録。クーラーは、A の2593201系体質改善車の部品を取り付け。床下機器台車は、東西線直通と同じ E2805 の同じラクレで再現。モハクオハの床下機が部品工場ダメージしたことになります。また SI 部品を再現いたしませんということで、JR 九州は承認済みと。で、末尾に関しては17と18の、3本、6両セットですね。そしてこちら。おかしいな、これ昨日 JR 九州って出てたんだけど、その JR 九州のデータが消えたな。昨日見た方いるかな？昨日スクショ撮ってればよかったな。なんか面白かったんですよね。雲雄一郎の 長岡なんだけど、なぜか許諾済みが JR 九州になったんだよ。差がないな。まあいいや。こちら、雲湯の、雲湯141と雲湯83。1967年に郵便電車の電車が伴い制されたのが雲湯141。当時の郵便荷物車は主に、旅客車の改造で賄われた話で、冷房装搭載の新造車として登場。で、新製の電車は初めて 1M 方式となったのも特徴。1から5の号令は長岡の電車で首都圏と新潟地区を結ぶように通りされました。で、客車列車の電車が伴う荷物車として、もはや72系改造したのが雲湯83。使用機器と大枠類を新製の電車並みの車体を申請して、乗せ替える仕様が、使われましたと。で、1966年、中央東、の提案車のアペコ1台が登場。翌年より上越線向け同車が普通車の、普通 N の0番台と。で、上越線の郵便荷物電車は主に上越線の普通電車だと並結して上の口でその姿が見られ、1982年は郵便荷物車の収益化に止まって、雲の83、雲11の他、雲に143、雲143、雲13。俺、どちらかとこっちの3台しか知らねえんだよな。と、交えて専用編成を組み、隅田川駅発のか、横浜端駅まで首都圏を、まあ、縦貫する姿を見られましたと。A の380、峠を越えて郵便配達、1986年まで首都圏見られた長岡変電所の、雲湯一郎製品化。A の3280を元にしたバリエーション品、部品共有のためご利用してください。そしてこちら、清水峠に、届く追加検温。こちらも2013年12月までされた A の8953が、プロスタイプと。まあ、だから一応、結番かなんかにくっつけたのかな。ただ、9から一気に0に飛んでて、まあ、こちら連番ですけどね。雲に83の腰部の能力線が高い姿を再現と。で、側面窓の、隅が角張っているグループと。そして、問い合わせ作戦。まあ、すごいですね。解剖以来、解剖じゃねえ、開業以来。5000系車両が活躍しましたが、ね、まあ、冷房装置がなくね、老朽化も進行したため、91年、後継の5300が登場。アルミ合金製車を採用し、先頭部は丸みを帯びつつ、傾斜のついた独特の形状と。スカートの連結周辺にアクセントのある、縁取りが付けられ、車体色はホワイトを別に、窓下のレッド、ブラウンの細い2本の帯を入れたものがイメージを一新しています。97年までに 7時にわたって製造され、各グループごとに、まあ、細かな、まあ、違いが見られます。東京都シンボルマークの移設、車椅子マークの移設など見られ、中でも外観上求めずにこちらは1990年に製造されたグループから、まあ、全面使った方が大型化。主に今現在、京成や北総、京急乗り換えの車が、まあ、近年後継者の5500の増便より数を減らしています。まあそうですね、だいぶ減らしてますね。マイクレース、自然シーズンのさらなる充実、引退迫る東映作成で5300と、現在の姿で製品化。ヘッドレッド、デレッド、全面表示器点とフライ方式、動力ユニット、ベビーカーも変えられた現在の姿。クーラー部品をよりリアルな形状も変更して、末尾は10、車番は11と。そうですね、まさか出るとは思ってなかったかな。で、俺、申し訳ないですけど、俺が持ってる浅草線って、こいつらの、まあ、先輩に当たる A の3381なんですよ。今回、この、昔の製品番号載ってるんですけど、A の3381っていうのがあるんですよ。確かね、昔発売されたのが、3380と82の、ロングスカート。で、81が出てから、ここ数年で83が出たんですよ。確かそのはず。あ、行き過ぎた。ここっすね。80の8両セットと、82のね、ロンスカ、まあ、デビュー当時のミニスカとロンスカが一気に出て、で、それからしばらくにショートスカートが出て、3年前だったんだ、ロングスカートのベビーカーマック付きが出たの。まあ、それで今回ね、綺麗にね、連番で84出てきましたんで、まあ、ここはさすがマイクロ S かなって感じですかね。これだけは俺1セットは最低でも予約したいかなと思います。そしてこちら、ラッシュに造形、さっき話したですね、105系プラス123系の、広島色プラス、広島色だったんだ。納期色と。
まあ、マッキーロですね。そして105系の、オール広島食と。こちら、雲ヘンドリーさんと挨拶改造後、トイレ設置前のボディを新規作成し、105系は3度目らしい冷房改造、体質改善後の、ワンマン車。クハ104に、205系1000番台の西野の仕様ですね。で、使用者 SI 部品を取り付け。納期の仕組みは、A0791、まあ、105系500万台を同色を使用。で、ワンマンサポが印刷済み。JR 信号許諾済み。そしてこちら、ドア数が異なっても同一形式の105系。面白いですね。4扉冷房改造、延命工事。3扉冷房改造、体質改善工事後の非ワンマン車。クハ104にこちらも、205系1000番台使用して SI 部品を取り付け。JR 信号許諾済みと。そうですね、確かにドア数が違っても同じ形式っていうのは珍しいですね。まあ今はそんなにねえか。うん。まあまあまあ、珍しいですね。関東だと、まあ3扉4扉。まあ関東だと4扉6扉っていうのはありましたけどね。3扉4扉は珍しいね。で、一応ね、どちらも付属品としてはね、連結用カプラが付くみたいですね。まあこの辺は多分買った方は TN カプラ化するのかな。そして次がこちら。今回人気になるかなと思う。まあ人気になるのかなどうかなと思いますね。ちなみにね、浅草線のお値段安くなってます。今回お値段3万2000円ですけど、前回確か3万3000円だったんですよ、こちら。3万5000円だったんで、だいぶ値下がったかなって感じですかね。そして、京成のですね。京成のこちら、歯抜けでございます。これも後でちょっと、解説します。A6040、6043、京成3500更新車の、新派3536、同じく3500、新派の3556編成が、それぞれ基本用量増結によって製品化。ちなみに今回先に、まあ、先なんでしたか、こちらもね、安くなってます。6000番台、こちらが。こちらですね。これ、再生産もされてますんで、ちょっとね、日付違ってくるんですけど、こちら。警察戦略行く、こちらですね。芝山鉄道の時、一緒に出たのが2016年なんでね。これ、2年前に再生産されてますが、お値段1万9000円、1万7000円だったのに対して、今回1万5000円、1万4000円なんで、まあ一応ね、こちらも少しは安くなってるかなと思います。まあ前回ね、これ買いそびれた方、で、再生産の時にね、買っちゃった方いると思いますけど、俺もね、そっか、7型パンダで今、新派なんですよね。知らなかったんで、ごめんなさい。まあそうですね。一応今回新派でね、パンタグラが違うみたいです。京成3000昭和47年の、1972年に京成八路ステンレス車体で4年4本が登場と。ってことあれか。1972年ってことは。あと2年頑張れば40周年か。うわ、すげえな。通勤車両が冷房装置が取り付けられた、搭載の初と。先頭車の運転台にはモーターが取り付けられましたが、最終的に96台製造され、まああれですね、車体、更新工事もね、行われ、まあ台車に位置が変わったと。468両編成で使用され、平成8年から更新工事が始められ、前面が折り詰まに変更され、側面窓の形状及び変更、先頭車の台車を前後に変えると大幅に変更状況でございます。まあ昔はね、側面窓って3枚式だったのはね、2枚式に変わってるんですよね。マイクレ私鉄電子シリーズのサルタン11、京成3500との現在の姿と製品化、ヘッドレッテール全面表示点灯の急行等点灯フライをつけドリクニット。そして京成ブループラス、京成レッドの更新車。4型パンダから新パに交換された3536編成の製品化。ちなみに今どの編成が新パになってんだ、全車そうなってんのかな。なんかメール来てる。今朝の6時50分だけど、なんだ？ああ、そういうことか。それなら気づいてるから問題ない。ちなみに今、京成のちょっと所属調べてるんですけど、京成電鉄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 、あったあったあった。全社新派になってんのかな、もう。ああ、そうですね。一応今現在も全車新パにはなってますね。そうですね。なってはいますね。ちなみに3536番。今回製品化されるこれなんですけども。そうですね。新パにはなってますね。で、56番の方、こちらも新パにはなってますね。ちなみに36番と56番。これどちらとも6両での蘇生実績っていうのはそんなになさそうですね。一応今現在調べてはいるんですけど、あー嘘だ、56番はね、ありましたね。56番の方に関しては、27、28。こいつらと一緒に去年、6月時点ではなんか吸い込まれてましたね。まぁ、ちょっとそれに関してはまぁ、おいおいか。こちら、一応そんな感じで、ね、仕方版だったので、ヒューズボックス1個撤去された姿。確か山賀でいいんだっけな、確か俺調べたら山賀だったんだよな。ちょっと待ってくださいね。まあ、俺もあの時マイクレースからね、4年前か。京成3500で今1セットずつ買ったんですけど、気づかなかったんだよな、この今全部が、新パに変わってるっていうのは。そうですね、ヒューズ箱を山側を撤去して、まあそんな感じですかね。モハの3536、3535、3535、3535、3535と。
こちら、更新工場さえシングランパンダが搭載した35円、50円いいかと。で、こちらもね、こちらのパンダが搭載しまった、多分おそらくヒューズブックで再現と。で、造形セット合わせ4たす4、2たす4たす2、4たす2が倒しますと。で、今回気になってんのが、まあこの結番なんですけども、41番と42、少なくとも2つのセットがここに入るってことなんですよ。じゃあそうなると何が起きるか。さすがにね、今回まあ4期4増っていう感じで出てますんで、まあ順当にいけばこのままね、まあ今はもう運用ないですけど、昔はね、京急車のね、羽田空港にも入ってたんですよ、この3500って。ほんと5区までだったんですけど。ただ今回気になってんのは、俺6両セットの製品があるかなって考えてるんですよ。まあ南海がね、去年か、先々月か、もう、先月か、2ヶ月ぐらい前に、まあ南海のね、車両が、まあ6両セットって感じでね、変速編成が出たんですけども、その変速編成をマイクロ S が出すかなっていう可能性もゼロではないかなと思ってるんですよ。だからそのための欠番2個かなとも思ってるんですけど。まあこれはあくまでも俺の予想なんでね、申し訳ないですけど。まあ多分そういう可能性もね、ゼロではないのかなと考えてるんですけどね。まあどうなるかわかりませんね。一応こちらね、購入考えてる方はね、ご注意ください。で、あとでちょっとね、面白いのも案内したいかなと思います。先なんでしょうか。案内してね、後回しにして忘れたらね、ちょっと嫌なんで、先なんでしていきたいかなと思います。まあね、何が案内かっていうと、俺みたいにね、こちら、こっちの古いね、ひし形パンタを持ってる方に、朗報でございます。パーツリスト。間違えた。テックステーション。テックステーション。テックステーションじゃない。どれだっけ？あ、ジオコレでいいんだ。ジオコレ。鉄道コレクション。ラインナップでいいのか。ラインナップで、4両セット、4両セット。あれ、行き過ぎた。これ6両か。ってことはこの辺か。ちょっと待ってくださいね。俺も一覧見てみないとわかんないんだよ。あった！あ、違った。これじゃねえ。どこだ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 、多すぎてわかんない。あった！こちらですね。京成3500、セット B、セット A。何かって言いますと、俺みたいにね、新パにしようって考えてる方、こちらなんと丁寧にね、新パのパーツの案内出てたんですよ。こちら、PT7113 の B、こちらのパンタグラフ2個入りですね。PT7113 の B。ちょっと製品番号いくつだよ。お前製品番号で出せよ、こんなのクソメーカー。そこは切れる。そこは切れる。PT、ちょっとこれスマホで調べてごめんなさいね。PT の、PT、どこだ ?PT、あれどこ行ったっけ ?PT-7113 の B。7113の、B と。あった、出てきた。PT713 の B、製品番号は0249です。一応ね、こちらの方のパンタグ、テックステーションいか。0249、0249。公式からテックステーション。0249。なんかちょっといらないのがちょっと1個消すか。1個消して、品番、こちらから、0249検索。あ、間違えた、カートになっちゃった。アートミーモールに飛ぶんだ。これちょっと戻ろうめんどくさいから。0249選挙、これで検索と。こちらですね、パンタグラフ PT713 の B 型、2個入りの0249。こちらがね、鉄コレの方ではね、まあ対応に合うみたいなので、まあ一応ね、まあ、おすすめかなと思うんですね。まああくまでもですけどね。まあ一応1セット2個入りみたいなので、まあ、基本で1個、増結で1個。まあ俺の場合は、4箱か。結構金かかんな。4箱買わなきゃいけないんで、ね、ちょっとどうなるか微妙ですけども。まあそうですね、さすがに、まあ俺昨日ちょっと横浜出かけてたんで、2日連続で横浜行くことになりそうですかね。まあ、まあでも一応ね、もし古い、今回の形成見送って、古いの買おうかなって考え、古いのをね、新しくしようかなって考えたら、こちらのパーツをおすすめかなと思います。そして次ですね。次はこちら、名鉄ね、6000系瀬戸線、転入当初、客室の何歳が出た6000系、名鉄本線に残った中期車、1個型番がありますね、8356。なんかこういう結番はね、どうしても掘りたくなるんですよね。8356、8356、この辺か。あー、ここっすね。いや、確かに8356、まだ結番っすね。一応、83は5、50から54まで使って、今回が、55。で、6が空いて、7、8。で、9も空いてますね。だ多分、名鉄6000系、何かあと2セットは面白そうかなって気がしますね。ちなみに、バリエーションで言ったら2017年と2013年に出てるって感じですかね。瀬戸線なんで2013年か。こちら、
明治続戦記昭和51年、こっち1976年か。結構投資だな。本格的通勤用地製造が始まり、パノラマカー7700をベースに、ロービラキサントビラ、抵抗制御車と設計、登場時はロングシートと、小型のクロシートを配置する構成の、座席を増やしましたが、混雑感のため小型クロシートはロングシートに改造、1次車から10次車まで増備。昭和56年からは、増備された5次車から8次車は、側面窓の小型化やクーラー数の削減、1990年代中頃に一部の編成が先頭線に転移しました。今回、5次車から8次車の、中期型車を再現、ヘッドレテールやゼミルシデントの LED スイッチ。今回、1990年代中頃の瀬戸線転入時の姿、全車先頭車、前面にホロワーがついた瀬戸線専用前面、向かい合う前面内のホロワーがついた再現をしますと。これ、ライトユニット入ってたっけな、ちょっと確認してみるか。瀬戸線のワンマンに、これどれだっけ、あれどこ行ったっけ、瀬戸線、あ、これか。そうです、中間車にはライトユニットは入らないみたいですね。まあ一応、シャバはね、もう6233にモーター車で、6033、3232と。そしてこちら、2両編成のワンマン車、三河線のワンマンという整備された編成、客室までに付けられた安全策を銀印刷にて再現と。こっちは43の車両と。で、こちら、名鉄本線に残った中期車、先頭側面に M ワーク付き、客室グラスカーレット、そこに設置が設置されるような姿。で、まあ4連の貫通なのかな、まあ、29、29、29、29。そしてこちら、お待たせしました、新塗装、太陽マークの3050系製品化、旧シンボルと。81に90。この歯抜けはすっげえ、あ、これも同じか。8800だ、めちゃくちゃ下なのか。1800だから、ちょっと下の方が。この辺か？この辺か。8800、ここか。で、今回使われたのが81と90だから、本当に歯抜けすぎなんだ。一応81ここっすね。山陽電鉄の構成車と新塗装の間。で、90がね、また新たに結番を生みましたって感じですね。一応こちら、81番の方。まずこちら。1960年、山陽電機3000型。通勤電車をもとに新設当時から冷房装置の付きと。1970年、昭和47年が製造された。あれ？あってよ。俺さっきなんか昭和と、あれ昭和もしかしてめちゃくちゃに言った？昭和51年だから、あ、1976年にいいのか。昭和47年、1970年製造されたマイナーディニジが3050系。当初のグループは構成材プラス、からし色と濃紺のツートンから製造されましたが、1950年製造された3066、60年以降は新工法のアルミニウム合成金大型の、なんか押し出し方というのかな、わかんないけど。使用した水戸装車体に、周囲ロービーを貼り付けた姿で製造。以降の山陽電車の標準、工法を確立と。86年より構成車両、はクリーム地に黒プラシューロビの新塗装に変更、またすべての編成の乗員候補には太陽をモチーフとしたシンボルマークが現れましたが、2000年代中頃よりシンボルマークは15本の線を組み合わせた新しい線変更で現在に至ります。3100系5両6両編成を運転のために造形乗車率で80年には2両の3050カルミ車を元に製造。現在は構成ボディの3619を連結した3両構成線になっていますが、3619はアルミボディを運転車を合わせたライトグレーで塗装され、他の3000系や3050系とはイメージがございます。こちら。なんかさ、俺思うんだけど、なんで草が入ってるの？A の8888、クリーム色プラス赤、黒帯、太陽マーク付き。で、これちょっと気になったの、残しとこう。あれ？スクショできる？あれ？4両全車でいいと思います。構成車、先頭車、乗務員、客室扉、横に、通称太陽マークからだ2000年代初頭までの姿。ファンタ車のヒューズボックスが旧型3号時代、3052型車の、C1000 コンプレッサー2個を再現。製品のヘッドライトガラスは横長のタイプです。まあ、多分ですね、メーカーの設定の写真とはございます。で、こんな感じで、3052、53、3053、3063。で、8890、銀色プラスライトグレード2種の塗装。アルミ車2両プラスライトグレード塗装の構成車にユニークなやつで、2010年代の過去頃、現行シンボルマークで再現。3100、3630、1箇所の HB2000 コンプレッサーを再現。3100、1箇所の SIB を再現。まあ、車番はこんな感じ。気になるのは、どっから3631って出てきたの？ちょっと気になるんだけど、まあいいや。そしてこちら、4両編成に統一、ひねのでいいのかな？223系で、多彩な組み替えパターンの関空快速223系で、結番が9562と。もう、結番やるとね、こっちが掘らなきゃいけないから、あんまりやめてほしいな。楽しいけど。これに関しては楽しいけど。まあ、あんまり掘るって表現が良くないかもしれないけど。9562、この辺か。95、あ、この辺ですね。いや、このまま結番っすね。何か期待か。とりあえず今回9562が結番ですが、9561、9563。1994年の関空開業に合わせて、阪和線に登場したのが223系。JR 日本が増備した金剛型車221系を基本に軽量線車体と、VVF インバーターの、まあ、あれか、3VF か、を採用したのが特徴。以降、さまざまなバリエーションが各線区向けに開発され、JR 日本主力電車として活躍。
そのうち2500番台は関空奇襲時快速の運転開始さして3プラス5の編成に伴う、組み替えの結果不足する戦闘車を補う形で95人として記録と。同時期に、登場した東海道線2000番台は別に阪和線向けに設計変更され客室内の座席が 2+1 になることが特徴。2008年に4年生が再度の編成組み替えとして登場したグループからは客室窓を、加工式に変更、周囲に、縁取りがつくなど変化が見られます。で3両編成に2500番台中間車と2種4両化された編成や5両編成の4両編成が伴って抜き取れた0番台中間車と、新造された2500番台3両組み合わせた編成など各社の、番台がこのバラエティに富んだ、編成が多く生まれました。すごいですね。こちら2009年と2015年のモデル A の3372個。もう10年前なんだ、やば。そしてまあ5年前ですね。こちらもバリエーション製品と。まず9561、4両編成といったらひねの223系。3両編成にこちらですね、モハ223の2510。のこちらのモハを組み込んだ4両編成。で、戦闘車の前面に転落防止が取り付けられる前の姿。ってことなんで、この辺は多分もしかしたら、新しい転落防止ホールドタイプが出るのかな。まあ一応、シャバはね、クモハ223が102、そしてサハ223が7、で、2510クハ222が102と。で、こちら、多彩な組み替えパターンの関空外線223系、0番台サハと、新造された2500番台組み合わせた4連生、戦闘車全面に転落を続けられる姿は製品かと。以上で、こちらは、末尾が2515、16、2516、2515と。まあ、どんな組成変更があったか、俺ちょっと存じしたいかもしれないですけど、結構面白そうですね。確かあれだっけ、昔こういうのって8両セットってなかったっけな。一応ちょっと待ちくださいね。品番が3372と9564。9564が4両セットか。で、3372か。3372。なんか昔こういうののね、8両セットっていうのを俺見た気がするんですよ。なんかすっげえプレーンついてた気がした。あ、ありましたね。223系0番台関空基礎時快速。25,600円と。今いくらするんだろう。なんかね、一時これ3万超えてる気がしたんだよな。面白そうだなと思ったんですけど。あの頃別に、多分ね、10年弱前か。まあ、あの頃別に関空方面なんか全く興味がなかったから俺スルーしてたんですけど。A の3372。ああ、こっちに在庫ねえや。いや、ここで見てみるか。3372。ああ、そんなにでも、ああ、今はまあそんなか。まあでも大体定価並みぐらいですね。8両セットで、まあストアだったら1万、まあ5、6000円で取引されてますけど、まあ普通に個人だと2万円は超えてますね。まあでもそうですね。まあまあ、まあ安いっちゃ安いか。まあ今回ね、リニューアルって感じですけど。まあ当時発売された8両が、こちら、25,600円。で、今回のが、1セットが、まあ、まあ、ね、17,900円なんで、まあちょっと4両ベースとしてはね、値上がってますけど。まあ、ただ、旧製品、旧製品のやつらと比べると。間違えた。9562。この辺か。あ、来てた。9562。まあ、過去のやつは、202だけ2500円。3次車が、まあ、1万7000円だったんで、まあ、それに比べると900円の値上げなら、まあ許容範囲かなと思いますね。まあ、発売されたのが5年前なんでね、まあ5年前で900円だったら、まあ妥当でしょうって感じしますね。まあ面白いっちゃ面白い。まあ関西の方はこれ気になるんですかね。一応今回はね、これだけが、ラインナップでございます。ただやっぱりあれだな、この、雲湯かなんかの JR 九州ってこの消えたんだよな。昨日スクショ撮ってなかったんだよな、面白みがあったんだけど。忘れてたんだよな。すいませんね。JR 九州ってこっちかな、なんかわかんねえけど。俺も見間違えてたのかな。でもたまに NGG フォーメーションって間違えるんですよね。たまに間違えるんですよね。まあいいんすけど。まあ一応ね、今回はこんな感じでね、製品発表がされてございます。まあそうですね、京成の3500、まあちょっとどうするかはね、俺わかりませんけど、まあ都営浅草線はね、1本買おうかなと思いますね。まあ最悪は京成の3500。増結セットだけを、どっちのパンタグラフが面白かったかわかんないですよね。まあ、とりあえずでもね、まあ、気になるかなと思いますね。まあ、そうですね。今回は本当に東は浅草線形成、西は山陽ですからね。本州全部来ま、まあ、本州結構来ましたね、本当。まあ、地区で言うと、まあそうですね。千葉、東京、まあ、神奈川、まあ、羽田空港、神奈川だからいいか。まあ、千葉、東京、羽田空港、東京都だ。まあ、千葉、東京か。なんか目が赤い。
まあ、浅草線に関してはね、一部列車が逗子とか三崎口まで来るんで、まあ、千葉、東京、神奈川、で、名古屋、あとはどこだ、広島か。で、まあ、大阪あたり。で、まあ、JR 九州なんで、まあ、本当に結構日本全国来た感じですね。まあ、本州だけか。まあ、本州と九州ちょっとって感じか。まあ、あとは新潟もありますんでね。うん。見物かなと思いますね。で、一応ね、発売予定こんな感じに出ております。今月以降ですね。まず4月以降、遅れております東武線の2種類、そして新京成の2種類。で、福知、福津新線ですね。で、阪急、失礼、南海の種類。あ、俺が言った南海の面白いのってこれですね。6両セットの。あの、前4両が4連、後ろ2両が2連だったのが、前2両が2連、前が2連、後ろが4連でね、まあ、4たす2か2たす4かっていう面白い違いの6両セットですね。まあ、これが多分京成でも出るかなと思ってます。そしてね、115系の真っ黄色。で、大阪メトロの遅れております御堂筋線。で、ロマンスカの再生産。8月以降、黒潮の再生産に、太平洋セメントの重量セット。そして、滝の1900に、キア95。で、京成のスカイアクセス線。で、西武、京王と。で、9月以降ね、まだ東西線遅れてるんですね。そして、飯田線、秩父鉄道、新幹線、キハ417と相鉄線。で、キハ48、C54。これも遅れてますね。で、横須賀線。まあ、あれですね、千葉の房総地区のね、ローカル運用ですね。で、銀河面の、宇都宮線か。で、遅れております C58。で、これはね、そんな遅れてないんですね。大阪メトロの2種類。で、キハ130と京急の2扉、東武と。で、あと今月のやつはね、まだ予定表には記載がありませんでしたと、こういう感じでございます。まあ、一応ね、今回、まあ、皆さん的にはね、何が気になったか、まあ、地域によってね、わかると思いますけど、俺は都営線だけは絶対買うかな。今現在ね、ミニスカってね、そんなに安い値段では取引されてないんですよ。まあ、だいたい2万はでも超えるぐらいかな。俺が買った当時はね、確か1万8000円で買ったんですけど、今いくらすんのかな。型番が3、いや、こっちだね。型番が37だっけ ?3384。3381。ちょっと待ってくださいね。3381。ああ、ないっすね、今現在。落札価格で見ると、うわ、結構するわ。一応こちら、今年の5月の落札なんですけど、ストアで39,500円。で、TN カップ落札されてて28,000円。で、なぜか臨海線が出てる。なんでだ？違う、これ臨海線と間違えたんじゃん、品番81と。で、29,000円と。結構浅草線プレネついてますんで、これは皆さん買ったり買うんですかね。ちょっとちなみに参考価格だけね、ポポンデッテの価格で出したいと思います。お値段が、3万2200円の、3万200円の、まあ、消費税 1.1%。で、まあ、早期約ついて、1.75 と。まあ、お値段2万5000円なんで、まあ、まあまあまあ、まあ、昔の値段ぐらいの低下にはなっちゃってますね、それでも。まあ、それでもね、前回発売されたロングスカートよりはね、お値段お安くなってますんで、俺は買いかなとは思いますね。まあどうなるかね、それ一つの価値観ですけど。で、一応ね、先月みたいに、まあ、あのメーカーからの案内にね、半月ほどの落があったりするとね、俺もちょっと忘れちゃいますんでね、まあ、すぐにね、マイクロSの方から、メーカー公式で案内が出ましたら、まあ、ちょっとはね、別途公式案内って感じで出してもいいかなと思ってますが、どうなるかはわかりません。ご了承ください。というわけでね、一旦これで動画を終わりたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。